美味しい。本来の甘みと旨味が出るので。やりますわ。はい。はい、さい。アジキチンです。今日はなんとゲストに来てもらってます。どうぞ。イエーイ。はじめまして、元地下アイドルの楠木アンズです。わー。元ってことは今は地上に。今地上で、今天空ですかね。今天空にいます。お亡くなりになってるってことです。チーンです。はい、そんな感じ。そんな感じです。なんかね、そうなんですよ。前にちょっと前ぐらいに舞台出させていただいて、はい、それのんこんな感じですね。こんな感じですね。こんな感じです。今笑うとこありました。ちょっと笑っちゃうんですよ。あ、自分の制服姿に。ちょっとパッツンパッツンですね。はい。はい。はい、じゃあ今日はそんなアンズさんと一緒に女子人気の高いオムライスを作りたいと思うので、イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは材料から切っていきます。はい。これ何だと思いますか。うわー、出てこないです。出てこない。まあ大吹きなんですけど、このこう滑り止めになるので。なるほど。はい。すごい。じゃあ玉ねぎを今日は2人前つけたいと思います。玉ねぎは好きですか？玉ねぎは好きです。これの取り方なんですけど、この辺持って刺して刺して一周すれば、こうやって取れます。すごい。いつも切ってる。こうやって怪我しないようにします。じゃあ玉ねぎは多めに半分ぐらい入れちゃいましょうか。じゃあ切ってもらっていいですか？いきなりですか？いきなりです。みじん切りですか？みじん切りじゃなくていいです。1センチ角ぐらい。ほう。ほう。難しい。ちょっと今思うままにやってみてください。勝手に切りますね。はい。ダメそうだったら、あれです。ダメそうだったら不採用にして、これが切ります。どうやって1センチ角に切るんだろう。適当に切ります。適当に、はい、大丈夫です。あの思うがままに切ってくれれば。動画だからもっとどんどん喋っていいですよ。どんがらがしちゃうんですか？動画だからもっと喋っていいです。いや、ちょっと切ってると喋れなくないですか？すごい。ちょっと真剣になっちゃう。真剣。真剣10代。喋りは。真剣10代。どういうこと？そういう番組があるんだよ。そうなんですね。あ、だいたい1センチじゃないですか？だいたい1センチ。いけました。もうちょっとでかいかな？でかいですか？いや、全然いいと思います。よくできました。イエーイ。そしたら、ついでにベーコンも切ってもらいましょう。はい、サイコロ状に切ってみてください。頑張ります。私最近猫の手覚えたんですよ。猫の手？あ、包丁のね。なんかどうやって猫の手をやってるのかが分かんなくて。どうやってやったのか分かんなかった。どうやってその形になるんだろうずっと思ってて、はいはいはい、最近やっと分かりました。やっと分かった。あ、なるほどねっつって。普段は料理はされるんですか？ほぼしないですね。ほぼしない。気が向いたら、あのバーヤが作ってくれる感じですか？バーヤって怒られるな。お母さんが作ってくれます。いや、いないですよそんな。そういうそんなお嬢様設定じゃなかったですか？お嬢様設定じゃないです。いいな、欲しい。一回に一バーや。一バーやって。いい感じですか？切れました。いや、ありがとうございます。はい、はい、それでは炒めたいと思います。火つけます。
油。油。タラーグ。タラー。わかりました。タラーグ。タラー。入れすぎた。いや、全然入れすぎてないです。本当ですか。はい。玉ねぎ全部入れちゃってください。はい。今日泣かなかった私。泣かなかった。いつも泣くので。よかったです。よかったです。えいって。えいって。え？え？まな板が重たいですか？持てない。あんさんは持てないんですか？持てないです。非力なんで。いや、今そっちじゃなくて。あ、そっち。いや、そっちじゃなくて。そっちじゃなくてですか？はい。あんさんちょっと、そうですね。なんか舞台でも持てないキャラでしたけど。まあ、だってね。いや、だってって感じですよ。焦げないよ、ちょっと難しいです。まあ、ベーコンは火入ってるんで、じゃあ、これでケチャップを。ケチャップは、赴くまま入れてください。赴くままに。はい。先に入れるんですね。ちょっと水分飛ばしてあげた方が、ケチャップ本来の甘みと旨味が出るので。やりますわ。はい。美味しそう。ちょっと綺麗な洋服に跳ねないように頑張ってください。あ、大丈夫です。そしてこれオイスターソース、ちょっと隠し味です。なんか深まるんですか？コクがコクがコクエキスがエキスが、あとこのプーさんが好きなやつ、ハチミツ。ハチミツ食べたいな。やっぱそういう真似もしてくれるんですよ。全然うまくない。これもちょっと食べ過ぎたんであんま出てこないです。本当ですね。頑張れ、プーさん。まあちょっとでいいんで。なるほど。はい。で、米を入れます。米をどこにちょっとあった。こだわり製法で炊いたご飯を。2人前。レンチンしてる状態ですね。レンチンした後に入れる、はい、もちろん普通のご飯でもいいんですけど、普通ご飯の方がいいですけど。あ、頑張れ。なんかチャーハンとかだったらなんかあんまりなんか言いません、はい、それ何を炊かないみたいな、よくわかんないです。え、何どうしました？え、なんか炊く前に入れたりしません？朝ごはんはなんかそれによって冷やご飯がいいとか。あ、洗ったりしてんのか。で、俺はあったかいご飯の方がいいと思う。そうなんですか、ね。炊飯90度ぐらいでいかないと思う。カラカラ。熱い。煽れたりするんですか？煽る？あ、絶対無理ですね。だって重いんですもん。もう無理です、右手が。体重がつけて。もうしんどい、手が。あ、なるほど。あ、でも全然もう、問題ないです。はい。だって、あ、もう、そんな別に爆笑するところで。はい。片手では割れないんで。あ、全然大丈夫です。それは誰も求めてないので。あれ、片手で割ったら絶対、あれ、なんか、手汚れません？絶対両手の方が汚れないよな。え？あ、わかりました。割った。綺麗。まあ、あんま映んないですけど、まず、こういうとこじゃなくて、平らなところで割れ目を入れる。で、こう握って、あのカーブの握り、ね、焼き入れば、うん。で、両端にこう。めっちゃ殻入りそう。入ってないでしょ。すごい。ちょっとずらして、刺してそこにくっつけたまんまこの白身を切るようにお箸でやる場合ですね。はい。なるべく切ってください。なんかなんでずらすんですか？ずらした方がそのランダムになるので。ちょっといいっすか？はい。あ、めっちゃいい感じっす。そしたら塩コショウ、まあ僕の塩だけっすね。
ちょっと。ちょっと。あと、ちょっとミル姉さんもちょっとだけ。やっぱり。はい。ふわふわになるんですよ、この方が。そうですね。ミル姉さんなんで。ミル姉さんなんで。ミル姉さん知らないでしょ。知らない。もう一回カルパンズさんもらっていいですか。はい。オムレツはさすがにじゃあ一気に俺は俺がやるか。絶対失敗するんだよ。最初はまあ中火ぐらいで、まずフライパンを温めてください。で油をちょっと結構多めに、やっぱバター入れちゃうとあの風味がより出てですよね。今日は持てるタイプと包むタイプ両方やりましょうか。わーい、大船。やっぱこの辺が一番くっついちゃうので、でこの今泡がブクブクしてるじゃないですか、はい、これがもうちょっと細かくなったらいい温度なんですよ。そうですね、ちょっと今弱すぎる、慎重になりすぎた、いやめっちゃ弱めすぎた。そしたら雲が飛んできた、雲が飛んできた。はい、そしたら入れます。一気にでやっぱ端っこから固まってくるから、端っこの中に入れてあげる感じで。でもこれぐらいしたらもう一回ずらして取っちゃっていいです。あれ映ってねえよ完全に教える方重視で、ちょっと固めちゃって、この辺でゴムベラとか使う人は使っちゃいますけどね。俺の場合は使わないで、こうやって形を整え中に入れて。私の家 IH なんですよね。IH だったらちょっと離せないね。そうなんですよね。じゃあ違う方法でいきましょう。でここつなぎ目をこう下に入れて、これでもオッケーなので。結構簡単なんですね。簡単です。難しいイメージあったけど。でここにおいしそう、これをうまく映せるかどうかっていうのがある。このまんま、わーすごい、乗っけまして、あれするか、切る、あ立てるのがいいですねいいですか、はい、全然切れない。全然切れない。そんな？あ、切れた切れた。全然横に行ってくれない。ちょっとね。さ、さ、さって。さ、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 下手くそか。さ、あ、美味しそう。いい感じ。じゃあこれでハートでもちょっと書いてもらって。完成。完成しました。完成完成。じゃあいただきまーす。はい、召し上がれ。よいしょ。笑っちゃう。すごいトロトロ。いただきます。はい。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。俺めっちゃ足ぶつかった。ああ、いい。いや、卵美味しいですね。卵美味しいですか。卵美味しいです。バターの風味もしっかりついて。玉ねぎがシャキシャキしてて美味しいです。卵美味しいんですけど。卵でも何も特別なことしてないでしょ。でも美味しいです卵が。混ぜ方が良かったじゃないですか。あ、やっぱり私の天才ですね。なんて。将来旦那さんに作ってあげれそう。形は保証できないですけど、味は保証できない。そうそう、女神というジャンルは結婚するんですか。
確かに。どうなんですかね。確かに確かに確かに設定が甘すぎる。なんか孤輪性みたいな設定はない。あ、そういう設定ではないです。私まだ一応人間なんで。そういうのはないんだ。そうなんです。食材結構あれですね、大きく切った方が歯ごたえあっていいですね。ああ、まあ好みによりますけどね。確かに、それはそう。美味しい、これ食べちゃっていいんですか。いいよ、全部食べていいよ。あ、食べれるな。いや、もう今日朝食べてないんですよ。だから全然食べれます、余裕。食べながら、ちょっと見てればいいです。わかりました。もう包むタイプですね。あ、なるほど。これも火が弱いです。さっきちょっとやりすぎたんでビビってます。え、オムレツのチキンライスってこと。オムレツのオムライス。オムライスのチキンライス。チキン入ってないんで。あ、そうか、そういうことか。ここまでは大体一緒ですね。ここまでは一緒。欲張らないってことですね、コツは。ああ、なるほど。で、ここからがあんまりする人ないですけど、俺流は一回こっちにずらす。勢いで剥がしちゃうの。それずれるんですね。でちょっとずれるん で、無理に全部包もうと考えないで、こう半分寄せる感じで作って、もうあとはお皿にこんな感じで乗せちゃうと。すごい。ありがとうございます。今日はオムライスを作ってきました。イエーイ。なんかお家で作れそうですか。結構簡単だったので、私も練習したら綺麗に作れるかなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、アンズさんのツイッターとかも概要欄にくっつけるので、よかったらフォローしてください。はい、お待ちしてます。それじゃあ、あとはゆっくり僕はオムライスも食べるんで、皆さんさようなら。バイバイ。自分のタイミングでいただきますして、はい、ちょっと食べて食レポしながら。食レポ、食レポをしながら。食レポですか。はい、ほぼ自分が作った